はい、バッ、やべえ、このさ、このバッってやつがさ、あの、目に入った。気を取り直してね、もう今回はね、あの、もうね、開始早々日本アマが取れたんで、今回はじゃあシュレギル狙いでいきましょう。頑張るぞ、ズンダも。頑張る。さすがのシュレギルマスターでも鳴き声の場所がどこなのかわかんないな。いないマジ。シジマメって早いんだな。うわ、シマヘビや。シマヘビ、こっち来ねえよな。早く去ってほしいんだけど、ちょっと撃退するわ、ちょっとしろ。お、そこに入ってくの。ほら、よし。なんか尻尾震えてる。ここがうちなのかな。ちょっとシマヘビ2匹見たよ。ちょっと多すぎだろ、ここら辺シマヘビ。完全にここの穴隅かにしてますね。さっきのちょっとどこ行ったんだけどさ、隣の方にもいるんだよ、ほら見えるでしょ。夕方を見てみましたが、普通にいますね。ちゃんといます。千葉県の伝統的工芸品はなんて書いてあるかわからない。厨房の棒に欧州の欧州って書いてるやつ。なんじゃおりゃ、全部これテントウムシの幼虫か。あっちもここも、どうだろう、テントウムシなんかな、気持ち悪い。うぅ。